そうだ埼玉完成試写会プレイボール、はい、よろしくお願いします。今日は予定が始めてくださいですか。ありがとうございます。スカッピングゲーム、今日は行けば会えるということで、あら、こっちの前あら市場からお腹いっぱい山田うどんです。埼玉の底力だ。本ベルお願いします。どうぞ。皆様こんにちは。こんにちは。芸能人の埼玉万蔵です。芸能人って言わなきゃ誰もわからないって。一人で出てるのは僕だけなんですよね。自慢じゃありませんけど、さすが芸能人です。私は今芸能人ですけど、野球の審判が9割ぐらいです。土日はほとんど審判やっています。で、芸能家の仕事は1割ぐらいしかありません。さあ、私はですね、なんか開始スタート宣言をやるということでございます。そのためにこの格好で出てまいりました。それではいきたいと思います。おめでとうございます。そうだ埼玉完成試写会プレイボール芸能人の大野ひろみです。はい、よろしくお願いします。温かい拍手、温かい、ありがとうございます。私たちはですね、埼玉県内の情報を発信するアマチュアスという番組をやっているんですが、アマチュアスというのはローマ字でサイタマ、こちらにもですね、サイタマと書いて、はい、逆から読むとアマチュアスというふうに読めるんですが、そのタイトルをね、はい、使わせていただいてアマチュアという番組を配信しております。そしてですね、そうだ埼玉、この VTR に出演した方々はですね、なんと837人いらっしゃるそうなんですね。はい、はい、さらにですね、埼玉県の市長さんたちがですね、埼玉ポーズをして写真を撮った画像がですね、現在16枚ということで、16人の市長さんが参加してくださっております。今日はですね、そんなね、はい、そうだ埼玉の年賀状屋さんもいらっしゃいますので、うん、はい、ちょっとお呼びしてみたいと思います。うん、鍵谷さんと島村さん、どうぞ。はい、お越しいただきました。さあ、じゃあ、でも今日は本当に皆さんご来場いただいてありがとうございます。今日はゆっくり楽しんでください。ここからはですね、なんとドキュメンタリー映像があるということなので、そのダンスのね、VTR 制作にあたり、いろんなところでこう撮られた映像があるということなので、そちらを皆さんにまずは見ていただきたいと思います。もう出ないで練習して。インタビューでも入ってましたけど、うん、大変だったということでね。そう、うん、最初からやっぱりこうドキュメンタリーとして拝見すると、うん、詐欺谷さんと島村さんの着てるお洋服がどんどん変わっていくのでいかにこのそう、ね、そう長期スパンで、うん、そう駆け回ってくださったのかなということが、はい、すごいわかりますね。今日はですね、この後いよいよ本編の上演に入りたいと思うんですが、その前に詐欺谷さんからなんと重大な
お知らせがあるとのことで、はい、はい、なので5分ほどお時間をいただければと思います、若干ですね、PC の方の準備がまだできていないようでございましてですね、少々お待ちいただけたと、大丈夫かな、はい、ちょっとずれてるかな、うまいかな、ですね、今日はですね、この後ご覧いただく埼玉県 PR 映像、そうだ埼玉、それともう一つ、今日は私たちが作ってきたものをこの場を借りて、発表させていただきたいと思っております。それでは大変長くお待たせいたしました、埼玉県 PR 映像そうだ埼玉完成版の上映となります。出かける場所を探しに行こう、大丈夫です。
か、慌ただしい中。はい、すごいハーハーしていらっしゃいますが、はい、すごい、わやっぱりやっぱりインパクトありますよね。振り付けさせていただいた、改めまして牧です。最初は一番最初に振り付けをした時はダメ出しくらい、詐欺谷さんからですか。お難しいと。いや、めちゃくちゃ難しかったです。早くってでもこれはちょっとダメだと、はい、ほら牧さんもうちょっと優しくしてよって言って、分かりやすい感じでジェスチャーみたいなところをすごい入れてあります。なので免許証ちょうだいとか、私が好きなところが野菜とか玉ねぎからの小屋ねぎみたいな感じのところですねとか、ちょっとジェスチャーみたいな感じで入れさせてもらったので、まあ、一番印象的なのがこのポーズ。そうですね、やっぱりこれ埼玉ポーズと言われているこのポーズですけれども、これはどなたが考えたんですか。私が考えたのですが、両親や兄や家族にこうどう思うってすごい相談して埼玉ポーズこれにしようと思うんだけどって言って、ちょっと相談をしながら決めさせてもらいました。おお、もう愛情たっぷりじゃないですか。そうですね、もうご家族みんなで考えたということで、はい、ということでもう一方お呼びしましょうか。はい、はい、今回そんな埼玉をこう歌っている6歳児というロックバンド、6歳児さん。さあ、ということで埼玉県ならではですが、ちょっと、いいの、どんどん後ろに行っちゃって、光の当たる方へお願いします。本当ですね、うん、で今回このソーダ埼玉のダンスの歌を歌われるということで、最初はどんなお気持ちでしたか。このプロジェクトが始まる前にもともとちょっと埼玉の歌をちょっと自分で作ってみようと思ってやってて、それでちょっとこの話いただいてから少しこう変えていったんですけど、でまあベースをやってる中ちゃんが大体歌詞を考えたんですけど、そうだ埼玉っていう言葉、埼玉って埼玉住んでると必ずみんな言われることだ、ダサい玉って言われることを変えて、そうだ埼玉に変えて、そのコンプレックスを好きになればいい人生を送るじゃないですけど、ダサい玉って言われて、そうだ埼玉だよって楽しく言えればいいんじゃないかっていう、ちゃんとなんか5時間くらいかんで今日はこれぐらいで、僕完全に個人的なことなんですけど、昔一緒に番組をやってた同級生と一緒にこうエンジニア、同級生がエンジニアとしてこうレコーディングができたのが一番嬉しかったところではあるんですけど、全く埼玉で関係ないです。今日は6歳児の皆さんもお迎えしまして、本当にみんなでダンスを踊ろうと。出かける場所を探しに行こう、そうだ思ったら、なんかもうすごい嬉しくなっちゃったね。本当に楽しいイベントでした。